はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、海外の生コンミキサー車の後部に取り付けてある補助輪のようなタイヤの意味について詳しく解説をしていきます。その補助輪のようなタイヤというのがこちらですね。まあ一見するとなぜこんなところにタイヤをつけてしまったのかというふうに思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、こちらのタイヤどういった意味合いで取り付けられているのかということについてご存知の方はいらっしゃるでしょうか。結論から言いますと、このタイヤというのはまさに補助輪です。具体的にはこのような使い方をします。まあ、この画像を見ていただければ非常によくわかると思うんですけれども、ミキサー車の後部にまるで自転車の補助輪のようなタイヤが2つ、金属製のアームのようなものを伸ばして地面に設置した状態で運行しているのがお分かりいただけると思います。このタイヤというのは日本のミキサー車ではまず見ることができないような装置になっているんですが、こんなタイヤをなぜ取り付ける必要があるのかというと、実はアメリカ合衆国の道路交通法にその意味が隠されています。まあ、アメリカというのはですね、大型トラックの軸重というものが厳しく制限されています。つまりタイヤ1本あたりにかかる重量を日本で運用されているトラックよりもはるかに厳しい水準で分散しなければならないんですね。ですのでこちらの生コンミキサー車に取り付けられている、一見すると使い道がよくわからない車輪というのは、生コンを積んだ状態の時の大型トラックがこの補助輪を展開することで軸重を減らすことができ、道路の負担を和らげるというような目的で取り付けられているんですね。まあ、日本ではなかなか馴染みがないこの軸重の問題ということなんですが、特にアメリカというのはですね、この軸重というのが先ほど申したように非常に厳しくてですね、まあ、大型トラックにやたらたくさんタイヤがついていたり、荷物を積んでいない状態の場合は補助輪をリフトアップし、荷物を積んだ状態にはその補助輪を下ろすことによって道路に対する重量を和らげるというような特別な仕組みを持ったトラックが活躍しているわけですね。まあ、パッと画像を見ただけでは何のためにこんな対応を取り付けているのか、壁でも走るのかというふうにね、考える方も非常に多いと思うんですが、まあ、実はこういったアメリカの法律というものが関係していたわけですね。もしアメリカに旅行に行った際にはこういった生コンミキサー車、運よく遭遇することができれば写真に収めておくと面白いかもしれませんね。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回はアメリカの生コンミキサー車の後部に取り付けてある車輪の意味について詳しく解説をさせていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではあやとでした。おやすみなさーい。